ティマティです。今日はパトリオットです。パトリオットということで、久々のパトリオット動画を撮っています。最近ね、自転車ばっかし、しかもマウンテンバイクばっかしね、乗ってね動画出してたんですけども、いよいよ春が来ましたので、パトリオット行きたいと思います。まあ春が来たとかあんまり関係ないんですけどね。はい、ということで今日もパトリオット絶好調です。お便りをいただきました。コメント、何かと言ったらヘッドライトについてなんですね。で、その方は LED のヘッドライトに変えたんですが、なんかついたり消えたりするんですね。どうしたらいいでしょうかみたいなコメントをいただきました。ありがとうございます。もうね、お悩み相談みたいになってますけども、最初に言っておきますけど、そんなに詳しくないです今で。ただ今回ね、イマティのこのパトリオットも LED のヘッドライトに変えたいと思ってたんですよ。なので、まあ、ちょっとねすぐに返答できないんですが、自分も興味持ってて調べようと思ってたところなので、またね、このパトリオット、イマティのパトリオットのヘッドライト交換するような時があったらね、その辺も動画にしたいなと思ってるんですが、まあ、ところでそのパトリオットの、中古車市場っていうのはどうなんですか。去年の暮れとかやったら本当玉数少ないし、値段の方もね、僕が買った1年ぐらい前と比べたらちょっとやっぱし値段上がってるんですよね。はい、ここでアテレコに変更させていただきたいと思います。ちょっとね、中古車の情報分からずに喋っていたので、画像などを入れながら説明していきたいと思います。まずこちらね、8ヶ月前は63台だったんですね。もうあれから8ヶ月経つんですね。この動画もね、昔のやつ見ていただいたらいいと思うんですが、こっからは2022年3月カーセンサー調べをお送りしたいと思います。まず75台ですね。増えてますね。パトリオットの玉数増えてきてますね。そしてこちらが最安値ですね。カーセンサーの本体価格39万、そして支払い総額49万ということで、2007年なんですが、17万キロ、 17.8 万キロ結構走ってるやつですね。そしてその次が45万円、これは 11.7 万キロ次49、 13.8 万キロみたいな感じで、ちょっとね、走る距離は増えてますけど値段下がってますね。年式っていうか型式的には前期型、前期の型が中心ですね。だいたい11万キロ超え、11万から14万キロぐらいのやつが本体価格50万円ぐらいですね。そう、支払い額でもプラス10万15万ぐらいで買える状態ですね今。安い。8ヶ月前と比べたら結構安くなってませんかね。そしてこちらがですね、後期型のモデルになればどうなるか。2013年モデル14万7000キロ走ってますが、まあそれでも5、60万ってとこですか。これが2012年も60万円ですね。2012年60万円。安くなってるな。まあ走行距離はね、少し伸びてますけどね。これだってリミテッドでしょ？安い。明らかに8ヶ月前から比べたら、パトリオット弾数が増えて安くなってますね。ん？人気が落ちたってことか？まあそういう捉え方もあるかもしれないですが、まあパトリオット独特なね、この個性がある車でまだまだ人気があると思う中、この値段が下がってて玉数が多くなってるのはいいんじゃないですかね。ね。さあ、100万円ぐらいからはどんな個体が、車体があるのかなを見ていきましょう。だいたいこれがイマティが買った時と同じような年式、値段、距離数、グレードですね。この辺はそんなに変わってないのかな。あ、でもね、これスポーツでこれでしょう。
だからリミテッドだったらどうなんだろう。スポーツ、あでも昔より本当に少し値段下がってますね。今狙い時ですよ、パトリオット。これは完璧に。で、これスポーツって 2000cc のガソリンエンジンですから、今のこのガソリン高騰してる中、いいんじゃないですかね。いやー、これお買い得なやつがたくさんあるな。地域的にもどうなんでしょうね。ちょっと地域的なのは詳しく見てないんですけども、まばらに増えてるんですかね、全国に。あ、これ昔からあるやつ。全然売れてないな。さあ、こちら中途半端なところで止まっちゃいましたね。こちらは 4WD のリミテッド。2012年 7.5 最終形。117万円。絶対安い。これ2007年だけど118万。まあこの色好きな人もいますしね。この形好きな人もいますしね。最近マティは前期の方がかっこいいなーって思っています。おー、なかなかお買い得だな。そして、あ、なんか今って今喋ってましたね。これ関係ないこと喋ってますから。これね、200万台っていうか一番高いやつ。でもですね、200万台するやつがもう2台しか乗ってなくて、あとはもう100万台に落ちてますね。8ヶ月前は250万とか70万とかを含めて200万台のパトリオット結構たくさんあったんですよ。今カーセンサーでは200万円台は2台しか乗ってないですね。あとはもう100万円台に下がってきてますね。うん、やっぱし今お買い得だと思います。今ね、この走行距離が短いやつで150万円ぐらいのやつ狙ったらいいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今回はこんな感じですかね。それではまた。